で、気象転結の木です。えー、信じ落ち込むですね。えー、信じはもうひたすら今回落ち込みます。えー、で、えー、レイはですね、人生を発見するという形になっています、まあ。つまり、第三村に行ってからですね。で、アスカの励まし、アスカも結構励ますんですけど、アスカの励ましって全部セリフが罵りなんですね。 多分、自分もそれしか受けてこなかったから、ののしりということがですね、一番励ますことだというふうに思い込んでるんですけども、この関係ですね、実はアスカって、ものすごく、真珠を励ましてたんだっていうのはね、2回目ぐらいに見るとわかるんですね。1回目見ると、ここら辺でですね、見てる側もダメージ受けて、真珠いい加減にしてよって、お前なんか俺がしてる限り20年ぐらい落ち込んでるぞって思っちゃうんですけども、2回目ぐらいから、あ、アスカってあれを、 本気で励まそうとすればするほど感情がこもった声で罵るんだっていうのが分かってから、なるほど、みんなしてシンジ君はあんなに構ってくれてるんだっていうふうになるんですね。だから、あのシンジはですね、なんでみんなこんなに優しいんだよっていうのは、あのあたりでシンジは、アスカがあんなひどいことしてくるのはですね、この優しい、つまりイコール、アスカは強いから、本人が強くならなきゃと思ってる人間だから、あれが一番の励ましなんです。